エムバペ去就、ついに判明してしまう。エムバペは2024年まで PSG に残ることで、同クラブから年俸としてネットで6000万ユーロ、さらに、修正という名目のボーナスで9000万ユーロを支払われる模様。そして、来年1月にレアルマドリード移籍が内定すれば、フリー移籍のボーナスとして、レアルマドリードから1億から1億2500万ユーロ、昨夏に合意していた額を受け取ることができるという。お金はもう十分ありそうだし、今後も十分な年俸はもらえると思う。本人がもっとレベルの高いリーグを望むのか、お金を望むのかはっきりさせるべき。そしてちゃんと本人の希望通りにことが進んでほしいと思う。あくまでも個人的にはプレミアに来て、チームにもよるけど、ハーランドくらい活躍できるか見てみたい。このレベルの選手までなれば、契約満了前の移籍は普通だが、選手全体で言えば、フリー移籍が一般的。クラブからすれば、このレベルの選手がフリー移籍で出られるのは大きな痛手だが、クラブと選手が相思相愛で、契約の残りの期間がさほど長くなければ、チーム状況によりすぐにでもって状況でなければ、フリー移籍でもおかしくない。彼はまだ若く非常に難しい立場。自分をマネージメントする力よりも運動能力が秀でているので自分で自分をコントロールするのは難しい。 PSG のように修正を控えと自ら言うクラブは向いていない。そういった意味でも彼が人間的にも成長できるクラブはレアルマドリー。20万2223シーズン41得点10アシストのエムバペの決定力は正直かなり魅力的。ただビニシウスが覚醒した今、本当にその金額を使って獲得するべきなのかは、議論の余地がありそう。欲しているポジションで言うなら本来、ハーランドな気もする。金が欲しいなら、パリに留まった方が良い。マドリーには、プライスレスなステータスがある。金は、マドリーで一時代を築いた後に、サウジに移籍して稼げば良い。そういう発想じゃないと、結局は何も勝ち取れない。現役生活に終始すると思う。良いプレイが見たいだけ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。